では、続いても sns 関連のニュースです。トランプ氏、新たな sns 立ち上げを表明ということです。概要です。twitter などの利用が一時禁止となったトランプ氏の顧問によれば、2。3ヶ月内に新しいソーシャルメディアのプラットフォームを立ち上げる見通しとのことです。 新たなプラットフォームの詳細は明かされませんでしたが、ソーシャルメディア業界を完全に再定義するほどの変化をもたらすと述べているそうです、ね。これどこのニュースですか？これはロイター通信、ね。ロイター通信ね。はい、あの今ね、YouTube とか、Twitter とか、ああいうのプラットフォームじゃないんですよ。あのプラットフォームって定義があって、プラットフォームじゃ引けないんです。こういうプラットフォーム。はい、ね。<laughs> それでプラットフォームに誰かが乗っ 駅,に駅のプラットフォームとしますねビルのプラットフォームでもいいんだけど駅のプラットフォームとしますしたら駅のプラットフォームに階段登って上がってくるのが誰だからとかそういうこと言っちゃいけないんですよだから場だけ提供しますだから場の中でどういうことをやるのは全く場を提供した人はやりませんということで税法的にも法律的にも特殊扱いなんですあれは。あのあれがですね ここのプラットフォームに乗ってる人が誰がいい誰が悪いって今やってるでしょああいうことやるんだったらば法律が違うんですよ独占禁止法も適用されるし判断に対する社会的責任も全部適用されるんでもう税金が桁違いに違うんですで今までプラットフォームが世界的になったのは、まあ、税法とかそういう法規制がほとんどなされなかったそれはプラットフォームだからですよ。これねロイターがそうう書書いいたのは白人だから書いたんでしょうけど えー、プラットフォームじゃないと思いますトランプさんのやつもだから本当のプラットフォームに日本人は本当のプラットフォームが欲しいんですよ誰でも何でも言えるっていうねあの相手を侮辱しちゃいけませんけどね相手を侮辱しちゃいけないけど自分の意見はちゃんと言えるっていうねそれがプラットフォームですアメリカの税法は今度のことで改正されるかもしれませんがアメリカの場合は税法は議員のロビー活動によって決まりますからねですから、まあ、日本のようにもちろん正義で決まるわけじゃないですからね 中国はうあで真実が決まるしアメリカは金の力で真実が決まるから、まあ、日本みたいに本当の真実はどれかなんていう誠意のある国民は世界で日本しかありませんからねそうですけど、まあ、ちょっと前妻だと思って聞いたいいな気がしますけどね続いてはこちらの話題です、えー、アメリカでアジア人を狙った犯行多発かということです。うんえー